旧正月が明けて初めて迎える満月を祝う日を元宵節と呼びます。この日台湾では節句として各地でお祭りイベントを行います。中でも最も盛大なのが新竹県の台湾ランタンフェスティバル。2月24日から3月10日まで行われ、今年は250年の歴史を持つ青森ねぶた祭りの巨大灯籠が新竹県政府に特別招待されました。台湾でのお披露目は今回が初めてです。ねぶたの巨大灯籠は台湾の巨大灯籠と競うように人々の目を楽しませました。最初に登場したのは高さ5メートル、長さ 9.5 メートル、幅7メートルに重さ4トンの青森ねぶた祭りの出し灯籠、竜王。40人がかりで出しを引き、前面にはさらに100人の跳人と呼ばれる踊り手と40人の林太鼓が一斉に出発します。ねぶたの出し灯籠竜王は歩きながら360度回転できる上、見物客によく見えるよう出しを低くすることもできます。今回のフェスティバルには青森観光協会の若井会長も同行しています。もともとは眠り流し、眠たい、夏になるとみんな、眠くなりますよね。そうすると仕事をするときに事故を起こしたりそういうことがないように、眠りを払って、眠気を払って、みんな元気でやりましょう。ねぶたに台湾の悪いことは全部背負ってもらって、台湾がますます良くなることを祈っております。浴衣姿で軽快に踊る跳人たちと、めったに見られない日本の巨大灯籠が今年のランタンフェスティバルをより格別なものにしました。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政治的，政府以危险行为，大于加法。